8番の酒井も乗ってまいります。レースは4コーナーからホーム、残り2周回。7番の新田はすんなりと佐々木を送り出します。佐々木が先頭、番手3番の松浦で、3番手が8番の酒井、そしてすかさず2番の三谷がさらに前を叩いてまいります。さあこれに合わせて4番の佐々木も前々踏むんですが、2番の三谷が出ました。金が入って3コーナー、そして後方からは7番の新田の巻き返し。さあ一気のラッシュで前2番の三谷を捕まえてまいります。7番の新田、その後ろは1番の森沢で、さあ3番手6番の北鶴なんですが、3番手収まらず早くも仕掛けてまいりました。1コーナーから2コーナー、現在2番手のアウトコース、前は7番の新田と6番の北鶴、この両者の力比べ、6番の北鶴が出ました。そして後方からは8番酒井のまくり。さあ酒井のまくりが4番手3番手、これはスピードが違います。最後の3コーナーから4コーナー前段捉えました。8番の酒井、2番手争いは三者接戦、最後の直線コース8番酒井を圧勝の五輪、2着1番の森沢か。前で待つ1番の酒井、さあこれを抑えに参りますか。8番の松本秀之助です。このラインに3番の松本隆春も続きます。さあここは8番の松本秀之助が一旦先頭へと上がって、3番の松本隆春は現在3番手のアウトコース、さあ1番の酒井を牽制しながらさらに前へと踏み上げます。3番の松本隆春が先頭へたがって、ここを4番の白が一気に叩いてまいります。さあジャンと同時に4番の白、しかし1番の酒井の巻き返しも早く、さあ3番手今日もしっかりと位置を取れるか、いやさらに前へと踏み上げてまいります。さあ4番の白、その後ろ1番の酒井が踏み上げるんですが、7番の森沢はついていけません。現在4番手前はもがき合い、しかし1番の酒井が出切って、その後ろは4番の白に切り替えるのは早くも2番の浅井が2番手、その後ろ7番の森沢で、最終バックから3コーナー、先頭は1番の酒井、その後ろは2番の浅井で、さあ後方からは8番松本のまくり、3コーナーから4コーナー縦に踏むのは2番の浅井で、4コーナーから直線コース、2番の浅井、その後ろは7番の森沢ですか、2番の浅井康太か、2着争いどうか。前で待つ1番の新田、これを3番の森田が抑えます。そしてすかさず後方からは5番の三谷がさらに一旦前を切ります。そして2番の北鶴なんですが、現在4番手のアウトコースからさらに前へと踏み上げてまいります。2番の北鶴が先頭、番手が4番の大塚、そして3番手これを受けて5番の三谷が3番手、金が入って3コーナー、そして6番手前と車間を来ている3番の森田、1番の新田は現在8番手の展開。レースは4コーナーから直線最終周回。さあ飛ばす2番の北鶴、昨日の分まで先行、番手が4番の大塚、3番手が5番の三谷で、さあ3番の森田現在6番手、1センターまくり上げようとしたんですが車が出ないか。1番の新田は現在8番手、最終のバックから3コーナーへと向かうところ、飛ばす2番の北鶴かかっています。後方からは1番の新田のまくり、現在6番手から5番手、これは苦しい。3番手から5番の三谷で4コーナーから直線、先頭は2番の北鶴、その後は4番の大塚、外から5番の三谷隆起、5番の三谷隆起。前で松野は6番の佐藤です。そして後方から2番の岩本が一旦前を抑えようというところ、中段からは3番の佐々木が先に前を切ります。そこを叩いて2番の岩本が先頭、3番手3番の佐々木勇気で、さあこの時7番の佐々木豪は7番手、ジャンマイの2コーナーからバックストレッチ、まだ前で流している2番の岩本、先頭で鐘を聞きます。そして3番手3番の鈴木勇気で、さあこのジャンスギ2センター7番手から一気の発進は7番の佐々木豪、その後ろは1番の松浦で、3番手5番の園田、やや口が開きながら追走できませんか。前は7番の佐々木豪、そしてその後ろは1番の松浦で、最終の1コーナーから2コーナー、3番手に収まったのが2番の岩本、その後ろは9番の内藤で、最終の2コーナーからバック、前は飛ばす7番の佐々木豪、こうなると1番の松浦は盤石か。3番手2番の岩本、そして3番の佐々木勇気は現在5番手のアウトコース、これは苦しい。最後の4コーナーから直線コースへと入ります。先頭は7番の佐々木豪、その番手からは1番の松浦が差し切って合輪、2着争いどうか。2番の森沢が動いてレースは4コーナーから直線、残り2周回。前で待つ7番の三谷を切ります。2番の森沢、そしてすかさず6番の松本の発進。さあ6番の松本が先頭へと上がって、さあ7番の三谷は現在5番手、そして1番の松浦は後手に回って現在7番手、
金が入って3コーナーから2センター。前は6番の松本、さあこれは気合の逃げです。そして3番手が2番の森沢、7番の三谷が現在5番手で、1番の松浦がさあ最終ホーム7番手から発進していこうというところ、いや中段から先に7番三谷のまくり、さあ最後の1コーナーから2コーナー牽制する2番の森沢、さあ7番の三谷の勢いがなくなってもう一度まくり上げるか、さあ中段からは2番の森沢のまくり、後方からは9番の佐々木も自力に転じてまくり上げるんですが、前は2番の森沢まくり切りました。その後ろは5番の内藤、3番手は接戦、後方ではアクシデント、最後の4コーナーから直線、先頭は2番の森沢、その後ろは5番の内藤ですが、2番の森沢押し切ってゴール、2番5番3着から追いどうか。